ズです。今回はベプログさんよりご提供いただきましたレックスジュースのデザートタイムから、ベルギーワッフルとモカケーキとバナナビスケット、こちらの3種類のリキッドレビューを行っていきます。ではベルギーワッフル工程校からしていきます。クッキーみたいな匂いがするのかな。ではしまーす。キャラメルソースがかかったワッフル風味。では出てこします。まあまあ甘いですね。ベルギーワッフルね、蜂蜜、キャラメルで小麦粉クッキーみたいな感じのデザート系でよくあるちょっとなんか乾いた感じのあの小麦っぽさかな。工程校だとちょっとね、そのなんだろう、ハニーソースみたいなキャラメルソースみたいなのだけしかしてこないんだよね。あ、粉っぽさもちゃんとあるけどなんか違うなって感じだね。そのハニーかキャラメル感がちょっと薬っぽさを感じるかな。まだ低抵抗の方が薬っぽいっていうか、なんか君っぽい、そういうところが、丸まってて、吸いやすい。甘いは甘いんだけどこってりってほどでもない、まだ吸いやすい甘さなのかなと思いますね。では続いてモカケーキしていきます。匂いはよくわかんないな。なんだろうね。では工程から吸います。では手でこします。これは高抵抗低抵抗そんな味変わんないですけど、クリーミーなモカ、クリーミーなモカ、クリーミーなモカだな。なんだろうね。こういうデザート系のやつ前にもなんか吸ったことあるんだよね。なんだろうね。ちょっとクリーミーがすごく先出るんですよ。で後にね、なんかモカっぽさがあるんですけど、まあそんな苦いわけでもなく、全体的にこう甘すぎるわけでもなく、ちょっとなんかね口に残るね、何かがね。なんかクリーミーなモカ、それの甘さでこうケーキっぽくなるのかなと思うけど、まあなんかクリーミーなモカってだけかな。じゃあ最後、バナナビスケットしていきたいと思います。これだけねちょっとね色がね違うね。こういうこう色わかる、わかる。これ濃いでしょ。これを垂らすと結構ね黄色っぽいような色してますね。匂いはねバナナがちょっと匂うかなっていう感じですね。では工程校からしていきます。では出てこします。これなんかありそうだね。ちょっとこうそこまでくどくないバナナの香りがするビスケットあるかな。食べたことないけどバナナチップスなんてあったかな。食べるとちょっとなんかバナナっぽいような感じの味がする
っとバナナっぽいような感じの味がするリキッドケーキ、ケーキ、あとビスケット。味はね、完熟したバナナなんだけど、ビスケットと、バナナだから、どっちかというと完熟したっていうよりかはちょっとなんか青いバナナ、まあこれ出てんのこう画像はね、黄色いバナナが映ってるんですけど、ちょっと酸味を感じるかな。これはまあなんだろう、バナナビスケットってこうもの珍しい感じなリキッドだから、これはあれ別に悪くはないかな。はい、あんまりあの高低下で知ってもそんなに味のイメージはね大きく違ってこないです。まあ、3杯やったんですけど、もう普通にありそうだよね。なんかちょっと最初の頃の2本ぐらいをね、モカとベルギーワッフルを吸った時はなんかバリスタブリューとかあの辺りのこうリキッドを思い出させるなとは思ったんだけど、 100ml ボトルとかで大容量のリキッドとかでもなんか吸えちゃいそうな 味だね。これはちょっとこう、まあ、他でこうバナナビスケットみたいなねリキッドを吸ったことないから分かんないんだけど、まあ、やっぱこれバナナが入ってるからちょっとこうイメージは違うね。だいたいこの2つはこうどこにでもあるような感じの味だから、こうビスケット系とかね、こうメープル系とかって想像してもらえればあーっていうような感じではある。あ、レックスジュースってグリーンフォックスアイスっていうリキッドでね、ベイペクスポで評判良かったリキッドなんですけど、それでちょっと期待はしてたんだけど、まあ普通かなと思う。まあ、このぐらいの価格帯で済んだったら僕はまあやっぱりこう AWD とかとメルセデスとかを吸っちゃおうかなと思いますね。以上になります。またベブローさんのね商品ページの方記載してきますので、よろしかったらご覧になってみてください。それでは今回は、ベプログさんよりご提供いただきました、レックスジュースデザートタイムシリーズから、ベルギーワッフルとモカケーキとバナナビスケットでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。